さあ、時刻は2時30分を回りました。FM 講座を聞きの皆さん、こんにちは。この時間は、めぐみ館のフリーライフ2をお届けいたします。お相手は、めぐみ館こと池城めぐみです。皆さん、新年明けまして、おめでとうございます。まあ、1月ね、まあ、入って5日も経ちましたけれども、まあ、この1週間はね、まあ、FM 講座が昨日からだったということで、まあ、来週の火曜日ぐらいは、 来週の火曜日ぐらいまではね、あの、初めての番組の方もいるので、まあ、それぞれで明けましておめでとうございますという言葉が多分飛び交うと思いますけれども、その点については皆さんもね、まあご了承くださいって言ったら固くなりますけれども、まあそういう感じで、えー、今年も FM 小座を何卒、何卒よろしくお願いいたします。ということで、えー、オープニングちょっとね、 えー、新年ということで、去年は、バ、えー、まあ、バンプオブチキンの三つ星カルテットっていう曲をね、えー、オープニングで使ってたんですけども、今年はね、またま同じく、まあ、バンプオブチキンではあるんですけど、バンプの曲ではあるんですけども、えー、ちょっとオープニングをね、変えてみようかなと思って、えー、今年のオープニングはね、えー、ステージオブザグラウンドを おかげしなながらのオープニングとなりますいやーもうこの曲もねとっても好きなんですよねなんかね初心に帰れるっていうかねこの何て言うのかななんかこの3今ねあの聞いとったんだけど <laughs> あのあなた「君がいる場所は全て道なんだよ」っていうこの選択肢が君にはたくさんあるんだよっていうね、えー 君にはたくさんの可能性があるんだよっていうことですごい背中を押してくれるナンバーなんですよねオープニングで使うのもすごくなんていうかもう欲しい欲しいっていうあれでもないんだけどっていう曲です私も大好きな一曲となっていますので、えー、気になる方はぜひ、まあ、you YouTube 上がってるかな まあ、iTune でもね、CD でもね、えー、検索してみて、聞いてみてください。バンポップチキンのステージオブサグラウンドでオープニングです。それでは、えー、この番組はですね、まあ、去年もね、皆さんと一緒にね、まあ、ツイキャスであったりだとか、まあ、ユーストだったりだとか、まあ、もちろんね、ラジオ、電波で聞いている皆さんからのメッセージとか、 もうね、えー、皆さんとリスナーの皆さんと一緒に、えー、まあゆっくり木曜日のお昼下がりゆったりと話していこうじゃないかというね番組で、えー、去年も進めていましたけれども今年もそれを変えるつもりはありません <laughs> 今年もね、えー、皆さんと、まあ、2017年ね、まあ、始まったばっかりですけれどもいい年にしていきたいですね <laughs> <laughs> はい。ということで、えーまあ、皆さんからのメッセージ、どんどんお待ちしていますので、で、まあ、今日のね、テーマっていうテーマもね、まあ、このき昨日、今日でね、まあ、言い尽くしたよっていう人もいると思います。このね、まあ、5日も経ちますから、まあ、正月なんて、みたいな話もありますけども、も私の番組にも送ってくださいよということで、えー、新年の抱負ですね。 まあ、正月何してたよとか、そういうことです。はい。フリー。もしくは、まあ、新年の抱負、などなど、今年の目標などなどね、えー、あったら、教えていただきたいなと思いますよ。それでは、えー、メッセージのあて先はこちらまで。イメールの方は、アナログ1、アットマーク、FM コザ .jp 761アットマーク fmkoza.jp までそしてツイキャスユーストリームは fm 講座のホームページからもね、えー、見ることができます、えー。大きい画面になってますので見やすいかなと思いますので、ネット環境が整っている方はぜひチェックしてみてください。えーとね。コメントしやすいのはまずツイキャスの方かなと思うんですけども。まあ、メールでも全然。 大丈夫です。でもツイキャスみたいにメールをバンバン送ってくるっていう人が、人も <laughs> いるようですけれども、まあ誰とも言いませんか <laughs>。はい、ということで、ま皆さんからのね、えー、メッセージもお待ちしております。それでは、めぐみかんのフリーダイフ2、この後3時まで FM コザのスタジオより生放送です。 さあ、えー、めぐみかんのフリーライフ22017年1月5日の放送ですけれども今年の、えー、オープニング、まあ、初の、ね、オープニングナンバーに参りましょうこれはね来年ねアニメ化されるという話ですね、えー、グランブルファンタジーだったかなあのゲームでもあってね、えー、グ,ランブんグランブルファンタジーだったですねでその 主題歌ともらっております。バンポーブチキンでゴー お届けしましたのは、えっ、ー、と、待ってよ、えーと。お届けしましたのは、ソーシャルゲームグランブルーファンタジーで CM ソングにもなっております。来年の、えー、アニメ化されるグランブルーファンタジーの主題歌ともなっている、バンポオブチキンの GO をお届けいたしました。この後 CM を挟みまして、皆さんとのユンタク楽しみ、楽しんでいきたいと思います。 ますよう。うん。メール読もうね、リスちゃんね、ありがとうね、メール。お、デヒョンさん。デヒョンさんに姉さんって言われる、あれはないけどね。<laughs> あなた永遠の二十八歳って言ってますけども。 それでも私より上なんですからねパンプを聞いたらもういつでもご機嫌になっちゃうよ。 時刻は2時43分を回っております。お送りしているこの番組は、めぐみ館のフリーライフ2です。お相手は、めぐみ館こと池城めぐみです。この後3時まで、あと12分ぐらいですか。<laughs> 最後までお付き合いください。さあ,あ、CM の前にね、えー、お届けしましたのは、バンボオブチキンのナンバーで、ゴーということで、えー、CM でもね、流れているんですけれども、 えー、ソーシャルゲーム「グランブルーファンタジー」ね、多分もうあの目にしている方もたくさんいると思います。あこの CM の曲ってバンプなんだっていうのを少しでもね今ねあそうなんだバンプそうなんだっていうふうに思ってくれる人が一人でもいたらいいなと思っておかけしましたけれどもはい、えー、いかがだったでしょうか。 ちょっとそういう曲もね、バンプは出したりしているんですよ。<laughs> 結構ね、CM で使われてる曲も何曲かあるんですよね。あ、そうそうそう。あのね、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、えっと、新曲がありまして、えー、去年の、まあ、12月21、違う違う違う。えっ、ー、とね、毎週土曜日かな。 のね、夜11時ぐらいだったかな。11時半だったか。今ね、えー、テレビアニメの3月のライオンっていうね、アニメが今放映中、放送中ですけれども、去年のね、いつからだったかな。忘れちゃったな。今結構十何話まで来てるんですけど、その、えー、オープニングナンバーとエンディングナンバーが、オープニングテーマとエンディングテーマが、 なんと、バンプ・オブ・チキンなんですよね。そうそう。両方でやってるんですよ。なので、そういうね、まあ、3月のライオンっていうのも私も、このバンプがオープニングテーマをするよ、曲、主題歌するよっていうので、そういう作品があるんだなっていうので、初めて知ったんですけれども、まあ、なんかね、将棋の 作品、将棋のなんか、まあ、わからんけど、<laughs> 将棋を頑張る少年の話みたいですね。<laughs> なんていうアバウトな正体、紹介。<laughs> バンプンのことは何も知らないのかっていうツッコミが聞こえてきそうですけれども、まあ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 、<laughs> 3月のライオンっていうね、えー、海の地下さんという方が、えー、書いてますけれども、 まあその作品も見てね、まあ、絵もすごいなんか繊細で素敵だなーって思って、まあ、ストーリーもそこまでわかんない。あんまり見てないんだけど。<laughs> 見ないといけないけどね、本当はね。うんうん、関連作品はちょっと制覇したいなーなんて思ったりもしてるんだけど、なかなかね、漫画もアニメもね、なかなか見れなくてね。はい。まあ見た方も多分、3月のライオンって聞いたら多分わかる方も結構多いんじゃないかなと思うんですが、はい。 そこと3月のライオンとバンプ・オブ・チキンがコラボして、えー、アニメでコラボしてますので、そういうところでもなんか注目してもらいたいなぁなんと、なんて思っています。まあまあ、まあ、バンプの情報はまあこれくらいにしておいて。<laughs> えっと、ツイカスいっぱい来てますね。ありがとうございます。ルドルフさん。 マサヤーさん、AKB ファンさん、レナさん、レナさんはね、最近ね、バンポムチキンにはまっているらしいですよ。私効果ですかね。<laughs> まあそれは多分、少しはね、えー、考えみるところもあるかもしれませんけれども、いいものはみんなと共有したいなと思っていますのでね、ファンが増えることは私的にも嬉しいことです。あのね、この、いいよね、いいよねっていう、いいよねっていう、いいよねしか言ってない。 <laughs> そういうね、えー、喜びとかっていうのを共有できる仲間が増えるっていうのは嬉しいことですからねはいよろしくお願いしますね皆さんもまあファンまで行かなくてもねあこの曲いいよねっていう、まあ、軽い感じでもいいし <laughs> そんな感じでも、えー、バンプの良さをねみんなが分かってもらえたらいいななんて思ってますよはいえっ、ー、と あ、ジェヒョンさんも来てますね。チャンオカさんも来てます。ありがとうございます。あのね、AKB ファンさんがね、えー、バンポ、偽、バンポップ資金2017、甲子園球場をさせてもらうわ。もらうねもらうわ。うん。よくわからんから。却下。ってことでメールいきます。えー、最近、えー、メールに転向しました。 リスちゃんですね。髪が綺麗ですね。以上。まあまあ、ツイキャスができないからってね。まあメールでね、こういうふうにやってくれて、やってきてくれるわけですよ。まあありがたいですね。髪、そうですかね。何も変わらないですけどね。ありがとうございます。シャンプーがいいのかな <laughs> ちなみに、えー、エッセンシャルです。<laughs> 聞いてないよって。 <laughs> はい続いてまた、えー、メールリスちゃんからですね元旦は生き物係を聞きまくりからの活動休止えマジそうなの生き物係って本当にバンプのことしかわからないんだねって感じだねえー、そうなの生き物係って活動休止なのそうなのあ本当だ今日 マジちょっと待って。ヤフーニュースで、あれサイされてるし。本当に、なんか、さ,さっき時29分って書いてあるけど、人気バンド、生き物係が五5日、公式サイトで生き物係がか放,放牧宣言を発表。 10年間3人で一生懸命に頑張ってきたのでここらで一度メンバーそれぞれ自由になってみようと思いますだって本当にわーお皆さん知ってました生き物係活動休止らしいですよマジおおなんということだそこまで生き物係のファンってわけでもないんだけれどもやっぱりね素敵な曲いっぱい流してますからね FM コードでもいっぱい流してるからね。あ、そう。そうなんだ。あ、すごい情報出てたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、時間もなくなってくるので、どんどんメッセージを紹介していきましょう。えー、初代 AKB ファンさんです。いつもありがとうございます。名め,めぐみかん、不倫ライフ。不倫は、えー、あなたの願望ですかね。 <laughs> 分かりませんけどお聞きのリスナーの皆さん、まあ、今年も番組名をちゃんと覚えてくれないっていうことでインプットしておきます、はい、明けおめめぐこと,ことよろりん軽いないやーこの時間がやってきたね <laughs> どこかのおじさんみたいになってますけどはい続けましょう、えー、僕はですね僕の今年の目標はラジオを聞いてくれるリスナーさんに名前を覚えてもらってですね フ,ファンを増やすって他局の FM で言ったらもう十分有名ですよって言われたんですけどメグほんまじゃああと今年のいつかわからんけどアタックします以上だリクエストおおおおおおおなるほどねリクエスト来てますねえっ、ー、とねもう,もういいんじゃないかなあの目標の話ねうんあのー、ファンをファンを増やすってどういうことかなと思ってね えー、誰のファンですかね誰のファンえっ AKB ファンさん自身のファンってことまあまあいいでしょうまあアタックもまあ頑張ってください <laughs> はいということでえっ、ー、とバンプのリクエストは結構ねあの敏感にかけていきたいと思ってる <laughs> 今年も、はい他の,曲他の人の曲はあんまりだけどあの、バンプの曲をリクエストしてくれた方には、もうすぐ書けます。今もうすでにかかってますけども、はいえー、と何回も聴いてますけど、俺が歌を覚えて、偽バンプでもしますので、バンプおジきンバタフライ、メグよろしくということで、はいえー、とリクエストいただきましたが、偽、えー、バンプは結構です。もうバンプはバンプだけで十分です。はいありがとうございました。 <笑><笑>あ,あね、KB さん、ありがとうね、またね、えー、メール <laughs> 送ってください、ありがとうございます。それでは、じゃあ、ちょっと、えー、リクエストということで、時間はちょっとかけきれるかな。はい、それでは、えー、去年のね、えー、アルバム、リリースしました、バンプオブチキンのナンバーで、バタフライ、少しだけ聴いてみたいと思います。 はい。お送りしていますのは、バンプオブチキンのナンバーでバタフライです。AKB ファンさんのね、えー、AKB ファンさんが、えー、リクエストしてくれました。はい。ありがとうございます。っていうことでね、なんということでしょう。もう番組が、あと1分ぐらいで終わってしまいます。今日のテーマ、何一つ喋ってませんけれども、まあ、さらって言うとね、まあ、今年もバンプオブチキンを追い続けるぞ、ということで、<laughs> 何の目暗く,くもないですけど <laughs>。 まあね、本当にね、今年ともね、えーまあ、この番組もまあ、ったりとね、緩く続けていきたいなと思ってますし、ここがね、あの,気のつける場というか、みんなとね、楽しく喋れる場ということでね、えー、みんなも適当に喋れる場所だよということを、えー、認識してもらってね、遊びに来てくれると嬉しいです。まあ、FM もね 今年も一生懸命ね、皆さんと一緒に、えー、作っていきたいと思ってますので、ご協力よろしくお願いいたします。それではまた来週、えー、1月の12日ですね、お会いしたいと思います。それでは、そのまま、えー、バタフライエンディングのまま、さよならです。うん、さよなら。